カットベースから、パーマにしてもキーワードとしてはそのちょっと脱ナチュラルっていうか柔らかさとか透けっていうんじゃなくて、存在っていうのがやっぱりあると思うんで、ある程度こうライン重みカットにおきではそうだし、でカラーもなじませるではなくて色と束感の存在がウェーブをよりはっきりとしたものにこうコントラストで出していくっていうことで、やっぱりメリハリだと思うんですよね。重ためのシルエットに柔らかいカラーっていうところをちょっと意識しました。全部がカールとか全部がウェーブとかっていうんではなく、ストレート部分だったりとかも残したり、ボリューム感だったり、あとはもうバングの作り方だったりっていうところで少しインパクトというか、ただのこう柔らかいフェミニンなだけじゃないっていうところをこうところどころに出していく。シンプルなヘアなんですけど、右と左のバランスを変えることで、こう新しさを生むというか、センターパートのスタイルの場合って左右均等に作るんですけど、サイドパートだったり前髪があるようなスタイルの場合、右左がちょっとバランスが崩れてても全然様になると。カラーもそうですけど、カットもそうですけど、パーマもそうです。もう全部がこう右左が違うような、ソフトに違うような、そういうこうちょっとしたことがヘアに取り込めると、バランスもと保てるし、そういう洋服を選ぶ女性像にフィットするんではないかなと。美しさにはやっぱり重さが必要じゃないかなって思うところがあるんですけど、重さだけではなく重さの位置というのを変化させることによって、その人らしさ、その人の素材をより生かすことができるというのに行き着いたんですけども、そういった中に少し柔らかい R のパーマの質感が生きることによって、何かそのソフトな優しい強さというものが表現できたらなと。男らしさを前に出すということではなくて、より自然によりこうナチュラルにカットにしても柔らかいラインを表現したり、ハイライトローライトと使っていく中で、本来の髪の色とトーンの差も大きな差をつけるのではなくて、元からそこにあったようなイメージで作らせていただきました。アンダーセクションの方はローグラデーション、オーバーセクションのレイヤーの方もですね、ローレイヤーで切ってます。 A ライン上に膨らみが出るカールでフォルムを強調した感じにしてます。ホイールワークでウィービングを行っていきます。通常で考えるよりもちょっと少し太めで取っていきます。先に取ったパネルと次に取るパネルはブリックワークですね、重ならないように、動きをなるべく大きくランダムに見せられるように工夫して、表面は艶を失わないように入れないようにします。ワンレングスベースで切ってる重さの部分と顔周りの軽さのバランスっていうところがポイントですね。顔周りにボリュームを出さないけれどもリッチをしっかりつけるっていう部分ですね。重ためのシルエットにより立体感を出していくというところで、ハイライトとローライトを入れていくような形にしています。色味なんですけれども、ハイライト部分なんですけれどもメタリックですね。ローライトはクールブラウンの6レベルのものを使用しました。ライトサイドの方はショートレイヤーですよね。こちら側がヘビーサイドになるんですけれども、耳下の前上がりのレイヤーのマッシュルームですね。
ライトサイドは毛先だけに少しこうカールをつけるような形でやっております。ヘビーサイドの方が平巻きで巻き納めですね。全体には均等に3センチから4センチの縦幅に、横幅が2センチのウィービングで全体にメッシュを入れてあります。色味の方はですね、メッシュの方が R と、で全体のベースになる方が WB の8で、染めてみました。ダイヤ型のシルエットをイメージして後ろの丸みを上げるためにトップの方からレイヤーを入れて前下がりに切っていきました。ワインディングによって全体のウエイトの位置も少しだけふわっと柔らかくトップの方に上げています。ローライトとハイライトを重ねるように、そして鋭角の三角形のスライシングのチップを取って、フェイスラインにはややバイアス気味にフラットに層を積み重ねていきました。動かした時に色の幅が変化して出てくるように入れていきました。サイドに関しては1センチ分の長さを残して刈り上げをしています。右サイドに関しては舞い上がりのグラデーションでカットさせていただいてます。カールが重ならないようにいろんな方向に向けて巻いてあります。動きがより強調されるような入れ方として、スターセクションの少し変形した形をホイールワークで入れていっています。ポイントとしてはスライシングが1枚の長いスライスにならないように、各セクションごとにスライスがぶつかるように入れています。みんなと一緒になるっていう感覚の方よりもですね、まあ、自分らしさを大事にしてる方、個性的な髪型にしたいわけじゃないんだけれども落ち着きたくもないというか、そういう方、やはりこう人と違ったことを少ししたいと、でも勇気がないと、で髪型で極端にやるのは嫌ですけど、すごく明るくしたり、すごくハードパーマだったり、すごく短いの嫌なんですけど少し変えたいみたいな、細かいところにこだわり、自分の持っているもの、要素っていったものを最大限に美しく見せるための提案というんですか、工程として女性の人たち全てに提案していきたいと。やっぱり元気のない男性などが多くいますので、そういった男性などにこう何か特別な、何か見えないこだわりなどをこう提供することで、やっぱり何か自信を持たせるような。